こうか、公園行こう。あそこだったら言われないからね、うん、本当はね、今日直して明日トレーニング向かうはずだったんだけど、なかなか治んないね。本当長引いてるよね、うん、前もその1ヶ月ぐらい咳してる。そう、俺引っ張っちゃうんだよどれだけ体がなまってるか。あと体ほら5キロぐらい落とすから、うん、それのねフットワーク、うんうん、確認、どれだけ体が錆びてないか、あと軽くなった自分のイメージがいや、もう12時半までだから、うん、時間的に無理だね。温まった方がいいんだよ、風邪の時。そうだね、汗かいた方がいいんだよね。なんかね、免疫力が高まるんだって。うん。体温を上げると。そうそう、俺もね、風邪ひいた時はバーってサウナとか行って、うん、体を使い込むタイプだね。なんか汗かいちゃダメ。そうだね、汗ひいた時にゆっくり寝ないとダメだね。顔も細くなったでしょ。うん、すごい細くなった。うん。空量減らしてるからね。うん、俺がすぐ痩せるの不可視だと思ってたでしょ。ぶっちゃけ。急にお腹がへこんでびっくりした。うん、徒歩？いや、もう目の前だけど、もうあと2分ぐらいだけど、もう視界には入ってるね。できれば3ラウンドやってみるわ。3、4ラウンドできたらできなかったらすぐ引くから、うん、1ラウンドはいつも軽く体を動かすだけで3ラウンドをぶつけてみるわ。煽り合いだね。あれ飲酒運転でしょレンコンジュース飲んだことある？ない。レンコンジュース？レンコンをすりおろして絞って飲む。何それ？せき止めの。あ、だからレンコン入れてくれたの？そうだよ。ほー。レンコンって風にいいんだ。うん。若造さんいらっしゃい。あ、そうなんだ。今日食わせてくれたのレンコン入ってたからなんだろうと思って。ちゃんと俺のこと考えてくれてたんだ。うん。絞って飲むとまずいけど。うん。今日はあれですよ、確認だけなんでトレーニングじゃないですよ。トレーニングしませんよ。フォームの確認だけ。けど治る兆しがねえな。アネトンだね。でも酸化で安くなるとね、楽になる。そうだね。ていうかね、呼吸が大事なんだよ。この歩くだけの運動でハーハー言うもん。うん。酸欠になっちゃうね。そう。酸素が肺に入って、なんだこれ。え、何これ。またなんかやってるね。何これ。キャンプか。何これ。キャンプやってんの。うん、何これ。キャンプやってる。何これ。キャンプ村ができてんだけど。何これ。すげえ量。何これ。僕も楽しそう。ねえ、うん、超キャンプ。昔はだからホームレスこんな感じだったらしいよ。いや、ここはもう禁止だから。何この本格的なキャンプ。すげえな。そこにもあるじゃん。あ、本当。お、なんだこれ。なんそれ。何これ。すごいテントが止まらんまん春らんまん。え、何これ。なんでこんなテントがいっぱいあるんだろう。あっちもいつもなんか売店みたいにね、向こうにもあるね。いっぱいあるじゃん。なんだこれ。移民か。いや、移民レベルでしょこれ。やば。うん。それにしてもいいテントばっかりね。高級テントみたいな。なんかイベントやってんだね。アウトサイドって書いてある。あ、そこだそこだ。イベントの出店が多いね。マイコプラズマ肺炎は言われた。そうなんじゃないって。あれ、何これ。なんだこれ。練習できねえじゃん。まあできるか。なんか中央公園も車だらけだわ、テントと。どうやって入ってきた。もうお前らみたいな。なんだこれ。なんかすごいよ、車がいっぱいある。明日お店屋さんやってんのかね。え、クラシックカーだよ。すごい。おお、なんだこれ。何これ。車。何のイベントだ。最近流行ってんだ。何この車、超かっこいい。祭り、なんかフェスやってるんだろうね。すごいかっこいい車。クラシックな車がいっぱいあるよ。ほら、何なんだろうね。俺の練習場所なんだけど。あれ、何あれ。あれじゃん、自転車とかぐるんってやるやつじゃん。あれスケボーとかさ。なんかイベントが設置されてるね。はい、いつものところです。画面の確認なくするわ。見れてたら手挙げてください。見れてたら手挙げて。見れてますか。Okay. Mother.消えたんだ。じゃあ3分お願いします。10秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。おお、体軽い。うん、おお、体超軽い。いいね。いいね。体軽っ。なんだこれ。体めっちゃ軽いわ。うわ、軽い。5キロ落としたら全然違うわ。30秒経過。軽っ。軽っ。体めちゃめちゃ軽いよ。腹筋絞ったから。軽っ。やべえ軽い。減量成功だよ。うわ、超軽いからな。なんだこれ。すげえ軽い。いいね。30秒前。すげえ軽い。15秒前。14、13、12、11、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ストップ。すげえ軽い体。すげえ軽い。すげえ軽くなった。痩せたよね。全然違うよね、多分。やば。体型変わったよね。ファイター見てたね。腹で出たのが引っ込んだらこんなに軽くなんだね。ね、本当に引っ込んだ。びっくり。変わったよね、体。どうみんな。全然違うんだけど。ただ肺がやばいからあれだけど。俺の体じゃないじゃん、これ。仕上がってきたな。体重落としたんですよ。5キロぐらい。5キロぐらい体重落としたんですよ。あ、腹出てないでしょ、前より。すげえすごい動きやすい。軽いっすね。いいね。こんなに変わるんだ。的確っすね。体重落とせって言われて、72か68から72まで落とせって言われて、あと5キロぐらい絞らないといけないんですけど、全然違う。軽い、左がすごい。全然速い。全然違うの、本当に。速いっしょ、多分見てて。すげえ速い。ただ肺がね、多分見た感じ違うと思うんだよね、みんなも。違うっしょ、早いっしょ。どうみんな、どうスピード上がってるよね、これ。スピード上がってるよね。1週間練習してないのに上がってるんだよ。超軽い。動けるもん。軽っ、すげえ軽い、うん、すげえ軽いもん。あ、縄跳びいいわ。すげえ軽い、うん、やべえ。ドレさんのアドバイスやべえ。いい、すげえ。今肺があれだから動けないけど、すごい軽い。すげえ、ドレさんすごいね。肺はやばいね。悪くないよ、悪くない。肺だけ直せばなんとかなるよ、これ。っていうか前より強くなってる、絶対。すげえ、ドレさんすげえ。すげえ、全然ちげえ体。すげえ、ドレさん。いいよ。これか。太るな。痩せろ。これだ。何より体つきが全然違う。自分の体じゃねえみたいだもん。まだ残ってるけど。前みたいにだるんと出てたのがなくなった。妊婦じゃなくなった。ね。生まれた。生まれたね。もうちょい絞ろう。すげえ。筋量を残したまま減量に成功。いいね。いや、こんなもんじゃなかったよ、もともと。マイナス5キロだから、あと5キロ減らそう。筋肉の量は上がってるから、相変わらず腕の太さはキープしてるから。ほら、腕は減らしてないよ。ボクサー体型になってきた、うん、5キロ減らしたの。わざと太らせてたのよ。82キロまで上げたの。それをその体ダメだから絞れって言われて、うん、やべえ。やっぱドレさんすげえわ。すごいもん、体が軽くて。こんなんジャブのスピードが5倍ぐらい違うもん、本当に。体感ね、本当は5倍も速くないよ。そのなんつうんだ、パッっていうこのパッってパッすげえ速いんだよ。パッ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 。だってカメラ捉えきれてないじゃん。すごいね。カメラ伸びきってるところ映ってないもんね。そう途中で止まっちゃってるもん。コマ見てごらん、見てごらん、カメラ早い早いで伸びきるところが映んないでしょ、うん、これすげえいいよ。残像になってるじゃん、うん、あいけるね。調整に成功してる。あとは肺だけだ。これはすごいよ。ハイキックは俺出せない。ピン立ってない。ハイキックは出せないね。その技持ってない。どうなの、みんなの見た感じどう変わった？どうだ、パンチの重さはなくなったけどね。どうみんなから見て、客観的に見て。っていうか別にこれチャンピンと張り合えるんじゃん、スピード、ハンドスピードだったら。そんな気がする。っていうかチャンピンより速えだろあいつ。ハエが止まるパンチとか言ってたけど、チャンピンより絶対速いよ俺。どうみんな、チャンピンより速いよね。このリーチでこの速さだったらいいと思うんだよね。ねえ磨かれてるね。休んでてもイメージトレーニング欠かさなかったからよかったわ。もう1ラウンドやってみる？もう1ラウンド。1回だけ？もうちょいやりたいな。この速さ。いや、なんかね、体が全然違うからタイミングが変わってるんだよ。すげえ変わった。やりてえな寒くない？寒いよ、寒いよ、めちゃめちゃ寒いよ。水出ちゃうよ。いやでもこの体をもっと楽しみたい。この作り上げたボディ、うん、いいなあ。行くか。じゃあ10秒前。ちょっとこれくらいかな。カメラの角度が全てだから。あれなんだ、パソコン落ちた。延長してなかった。いや、落ちた。10、9、8、7。あ、待って、メガネ申し訳ない。やろう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。が1分30秒。経過。30秒前。15秒前。14、12、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ありがとう。やっぱ3分戦えないね。肺だわ。悔しいな。せっかく体軽いのにね。あれだね、ゴールデンウィーク向けの車の宣伝がね。ああ。キャンプ行こうぜ。うん。だね。うん。ありがとうね、ゆうさん。車のいろんな車のメーカーが。呼吸の考え方もタバコ吸おう。これはもうあれだわ、練習にならないわ。お疲れ、もののくさん、お疲れ様です。ももらっていい？いいよ。まだ走ってますよ。悔しいな。せっかく体ができてきたのにね。でもまだ旅に向けてちゃんと直さない。そうだね。くそー、体は軽いのにな。悔しいね。いや、旅は出るよ。旅は出る。一回諦めたくないから。自分に諦め癖はつけたくないから、俺はやるっつったらやるよ。旅へは出る。思ってたより体は動いたから。肺だな。肺を直したらもう完璧に練習に打ち込めるよ。体は仕上がってきてる。筋量を落とさずに脂肪だけごっそり抜いてるから。これはいい動きができてるよ。勝てるな。確信に変わったわ。これは勝ったわ。あとはもう勝つ精度を上げていくだけだな。いい感じだわ。肺さえ悪くなければ俺はトップアスリートだわ。配信界屈指のトップアスリートになってるわ今。仕上がってきたぜ。仕上がってきた。いい感じ、いい感じ。どうだった？見た感じ。パンチ切れてた？普段見てる人。なんか軽いんだよね、ただ。どうだった？おやすみ、ゴルゴ。バカありがとう。体は間違いなく変わったね。ジャブジャブジャブだな。1分持たなかったけどね。そうか、やっぱリスナーも見違えるほど良くなってるか。勝ったな。間違いの勝ちを拾う練習だったわ。勝ったわ。勝ち確だわ。勝ち確。こんなに変わるんだな、体重差で。体が軽いもん。だってお米袋をさ、お腹に背負ってた。そうだよね、5キロだもんね。お米袋だもんね。そりゃ軽くなるわな。こんなに変わるんだね。ただなんか、軽すぎる感じがするんだよね、パンチが。スピードは上がってるんだけど、重さはなくなってる気がする。これは実際やってみた方がいいな。スパーやんないとわかんねえわ。この公園いろんなことやってるからね。そうそう、イベント結構やってる。フリマとかもやってるし。体重もうちょい軽くしたらスピードでも別にチャンピンに負けないな。これスピード自信ついたら振り回される必要ないから。縄跳びもいっぱいやらないで。そうだね、縄跳びいっぱいやって頑張ろう。楽しみだわ。パンチは腰の回転だね。足腰の回転で手が放り投げる感じ。腰の回転。そうするとコンパクトで素早くてインパクトのあるパンチが打てる。初見さんいらっしゃい。俺は公園ですね。近所の公園でやってます。中央公園ですよ。新宿、家の近所一番近い公園ここなんで、中央公園です。新宿中央公園です。そうですそうです。思いっきり新宿中央公園ですね。家が近所なんですよ。この辺なんですよ。帰ったらご飯食べようかな。うん。レンコン食べて。うん。一回温めてあれ。まあ体調確認できただけでもやってよかったわ。ありがとうございます、なるこさん。頑張ります。ありがとう。応援してくれてる人ありがとうね。頑張れよ、試合で勝てるように。ありがとう、みんないつも。リスナーさんですよ、リスナーさん。肺に酸素が全然入らない、突っかかる感じがする。じゃあ家帰ったら飯雑やります。そうだね、しばらくは安静だね。しばらく安静です。ただまあ体の仕上がり具合はそんなに悪くなかったわ。うん、体の仕上がりはそんなに悪くなくてよかったよ。むしろ肺さえ治ったら動けると思う。体重が軽くなった分。マスクもいいっていうか、まあ、とりあえず肺を治すことが俺にとっては重要課題かな。呼吸ができるようになるっていうか、そっからだね。じゃあみんな飯雑やります。お疲れ様。おつー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッテボタン押してんねんもう。